丈夫。きっと、大丈夫よ。結局決まったのは出演イベントだけ。衣装もダンスも曲も何も決まらなかったわ。イベント以外何も決まらなかったらどうしよう。マリちゃんもヨシコちゃんも一度盛り上がると止まらないから。ごめんね、せっかく手伝いに来てくれたのに。初日からこんな調子でびっくりしたでしょ。虹学はみんなソロ活動だものね。ライブ内容のことでメンバー同士の意見がぶつかるなんてことはないの？それは大変だったわね。どうなったの？かなたさんあんまり怒るイメージないけど。ジュースをこぼしちゃった子は気まずかったでしょうね。虹学のみんなは本当に面白いわね。私が二人みたいに？そりゃ、まあ。でも、私まで二人みたいに意見を言ったら収拾つかなくなっちゃうし。勢いよく、二人みたいに。そうね。たまには好き勝手にやってみるのもいいかもしれないわ。二人みたいに。アドバイスありがとう。私、やるわ。お互いやりたいことが違うから、いつも今日みたいな感じでぶつかっちゃうの。それを抑えるのも大変で。